週4で元気に通ってます難品親父です本日のテーマは元気購入検討しているあなたにお知らせということで元気のご紹介とですね元気を優待狙いで狙っている方こちらの方にですねお知らせをしたいと思います元気の権利確定月は6月と12月なんですけども 6月という一言で片付けてはいけませんえ。なぜならばですね、6月といえばですね、6月28日までに買えばいいというですね、安易な考えでは危ないです。えそれはなぜかといいますと、権利確定付き。 元気は特別でありまして、権利確定最終日は6月28日ではなく、6月の20日で、12月は12月の20日です、ここをです、ね、ぜひ皆さん気をつけていただきたいと思います。えー、ですので、今年は6月20日と言いますと、もう来週、6月の19日までに株を買わなければいけません。えー、皆さん、ぜひ注意していただければなと思います。本日お お伝えしたいのは以上なんですけども、続き、元気のですね銘柄、こちらのですね数値や指標、こちらを見ていきます。ぜひ、ですね最後まで見ていってください。元気のまず、ですね最新の月次売上ということで、前年同期比ですね、前社で見ますと、ですねプラスになっておりますが、前年同期比、既存店で見ますとです、ね、3、4、5と。 反動がありまして、やっぱり巣ごもり需要の反動がありまして、マイナス3%から4%というですねマイナスになっておりますが、これはですね折り込み済みですし、元気もですね計算づくというか、ですね前もって予想していた通りになったということで、あまり悲観することはなさそうです。 で2021年6月期、こちらを見ましてもですね、しっかりとですね、プラスになりそうですので、こちらは心配しなくて良さそうです。元気の簡単な会社の概要ですけれども、コンセプトは、近所で生活費が節約できるお店ということで、最近ではですね、ドラッグストアにとは一線を画したですね、 肉や魚、それから生鮮食品、えー、こちらをですね、販売しているあのお店となっておりますし、えー、お弁当や、えーっとですね、おにぎり、パン、非常に安いですね。私も冒頭申した通り、週4で通っております。毎日のですね、お茶やパン、それからですね、嫁が作らない日はですね、 おお弁当などをここでで買っててすす。ね、非常に安く済ましておりましり私のお気に入りはですね、298円の弁当とそば198円の弁当それでも500円ということで非常に助かっております現金の売上高6月決算なんですけども1回情報修正入っておりましてその数値となりますえ前年度過去最高を叩き出しているんですけどもそれでもですね2021年6月期 えっとですね、こちら、営業利益高は前年比90.2%の増益になりそうだということで、非常に好調な銘柄であります。それとですね、元気の特色としまして、店舗開発、プライベートブランド、物流、生鮮食品ですね。なんといってもプライベートブランド、こちらでですね、ローコストを達成し、ですね生鮮食品で、 他のお店と差別化をし物流でコストを下げということで安く売り続ける仕組みを作っている会社であります元気の株価チャートこちら週足になっておりますコロナショックで1427円という値をつけましたがすぐに回復を続けですね10月21日には4500円まで上がりました それからですね、権利確定してからですね、ちょっと右肩下がり、あとですね、ここではですね、月次売上が若干下がってきたということで、ちょっと不安視され、3275円という値をつけましたが、権利確定の今月に向けて、徐々に値を戻している感じであります。主な指標を見ていきます。元気時価総額555億円。 PER が12.3倍、PBR1.8 倍、ROE が9%、ROA が3.3%、自己資本比率37.2%、配当利回り少し寂しくて0.7%で、配当成功13.8%と、まだまだ余裕があるように見えますが、新規出店をですね、非常に強気でしているお店ですので、まあ、インカムゲインというよりはですね、キャピタルゲイン、えー を狙ったあの投資がいいかなと思いますし。しグロースとしてですね。非常に魅力ある銘柄であります近況の業績3ヶ月決算を見ていきますが、売上高を見てもですね。コロナショックこれがですね。追い風になったと言っていいでしょう。 非常にですね、19年度、20年度も伸びましたで。新規出店もしている影響もありですね、20年4月から6月がな,なぜか過去最高ということで、非常にですね、順調に伸ばしております。あと、一株当たり利益もですね、まあ、突然ですけども、20年度、ボーンと上がってですね、こちらはですね、やっぱりローコスト経営が効いてきたのかなという感じがいたします。 業績をですね、前年同期比で成長性で見ていた時もですね、二、まあ、桁成長しており、十九年度こそですね、一桁ではありますが、それでも七パーセントから九パーセントの成長、二十年度に至ってはですね、二二十パーセントから三十六パーセントという成長を続けておりですね、で反動がですね、心配された二十一年度一月から三月を見ましてもですね、二十一パーセント前年、 成長しているにもかかわらず、また14%成長しているということで、営業利益、経常利益もしっかりと出しております。通期の業績予想を見ましてもですね、過去最高の2020年度。 ですね。非常に好調でありますで。さらに21年度6月もですね、過去最高を上回る数値が予想されておりですね、売上げ高は15%アップ、最終利益は63%アップということで、まだまだですね、新規出店も続きますので、まだまだ売上利益伸びそうであります。 キャッシュフロー、非常に新規出店をしておるためにですね、投資キャッシュフローが非常に大きな数値になっておりますが、営業キャッシュフロー、本業の儲けしっかり出しておりますので、フリーキャッシュフローがですね、マイナスになっておりますが、現金残高、あとですね、自己資本比率を見ればですね、問題ないかなと思います。財務の方、 自己資本比率39%から37%と落ちてはいますが、新規出店、これがですね、非常にですね、強気の経営ということで、有利主債倍率が低いので、あと剰余金もありますのでね、そんなに気にすることはないかなと思います。優待の方を見ていきます。1回ですね、 何年か前に優待の解約がありましたけれども、これは長期保有をなくしたというですね、解約であります。100株ですと、ですね、今現在、現金の商品券が2000円いただけますで。近くに元気がないよという方はクオ・カードがですね、えー、いただけるということで、非常にありがたい優待であります。こちらリマリ、優待退率は0.54%となっておりますし、使用期限がないというのもですね、非常に魅力的であります。 あと、配当の方ですね、今期も25円を予想しており、配当成果も10%台ということで、これからもですね非常に期待できますし、利回り0.71%と。 少ないことは少ないんですけども、キャピタルゲイン、グロス株としては、ですね非常にですね安定かつ高い水準であると言ってもいいんではないでしょうか、まあ、足しても、ですね優待と配当を足して1%台、非常に魅力がないかもしれませんが、私はですね非常に企業の成長、成長株として見ておりますので、何ら問題ないと思っております。 現気の今後なんですけども、会社としては1万店舗を目指しているということで、今現在ですね、北陸と中部にしかほとんど店舗ありませんが、非常にですね、目標が高く、年間1000店舗高速で出店できる体制を構築していくということで、非常に目標が高い。えー ことはいいことだと思いますが、えー、あまり無理するとですね一気に崩れ去るということで、いきなりステーキみたいにならないことを祈りたいんですけども、堅、まあ、実でありまして、今のところ、ですね中部圏内とですねあとは北陸ですね、こちらを中心にですね店舗を続々と作っております。私の家の家周りますね車で10 ぐらいですかね約10分で元気が3店舗もありますねですので非常にですねコンビニに行くよりは元気に行くというですね方が非常に増えていると聞いております1万店舗目指すって言っとるんですけども今現在じゃあ何店舗あるのということで6月9日時点で340店舗あります これが340店舗しかないと思うかですね。この辺はですね、ちょっと個人の考えにだいぶ差が開きそうでありますけども、それにしてもです、ね、勢いはすごいと思います。私のです、ね、住んででいる愛知県でもあった という間に96店舗できてしまいまして、今現在、ですね、岐阜県も126店舗ということで、今後はですね、山梨、静岡、三重の方にも出店をですね、検討しているということで、続々とですね、お弁当や生肉店のですね、直営の工場、こちらの方もですね、稼働し始めて、準備万端という感じはいたします。 さらに、通期の業績予想、修正入りまして、情報修正も入っておりますので、業績好調であるうちはですね、新規出店も問題ないと思いますし、成長性、先ほど見ていただいた通りですね、2桁成長を続けております。新規出店もですね、21年度50店舗を予定しておりですね、年間 1000店を目指しているということで、まだまだ成長を目指している会社として、ですね、魅力ありますし、まだ中部圏内、愛知県、岐阜県、それから福井、この辺しか出ておりませんので、これが全国に広がれば、ですね、なかなかですね、インパクトのあるドラッグストアの誕生ということになりそうです。 改めて元気の株価、今度、突き足で見ますが、こちらですね、青いところが、ね、実は株式分割が入ったところですけども、やっぱり上値4500円程度。 下で,ですね、コロナショックで1427円という値をつけましたが、まあ、今後、この値をつけることはないですしこの3000円のラインを割ることはないと思いますので今現在でも安いんですけれども今回の6月決算その後にどれだけ落ちるのかなというところはちょっと見てみたい気がしますが。優待や利回りが欲しい方はもう、 今週買ってですね、優待をゲットしたいところでありますが、私は常に持っておりますので、まあ、ちょっとですね、えー、権利落ちを狙ってですね、3000円前半になったらまた買い増ししたいなと思っています。元気の結論とまとめです、新規出店も非常に積極的であります。今年も50店舗新規出店予定、え既存店も。 好調で利益率も非常に高いです。利益率も高いし、成長性も高いです。3番目、強気経営が今後も続きそうであります。出店舗数もですね、50店舗、来年はもっと増えそうでありますので、売上利益ともに伸びそうです。 4番目、グロス株として保有し、買い増ししていきたいということで、私も持ってはいるんですけども、さらにもっと欲しいと思っている銘柄の一つであります。本日ですね、この元気の店舗に、私、朝一番で行ってきましたが、やっぱりですね、お店、非常に混んでいましたし、非常にですね、お客様の入りも非常にいいようです。ぜひ皆さんもですね、店舗を、実際の店舗ですね、こちらに足を運んで、その銘柄を見るということもですね、 非常に楽しいかと思いますのでぜひそんなような銘柄選びもしてみてはいかがでしょうか本日はドラッグストアの注目株元気をご紹介いたしました私ですね今一押しの銘柄であります DCM と元気非常におすすめであります皆さんもぜひ検討してみていただきたいなと思いますあとチャンネル登録よろしければよろしくお願いいたします 本日は以上です。難品オヤジでした。